てつんです。てつんは将来何になりたいですか？一生遊んで食べて寝て暮らす怠け者になりたいです。もうなってるじゃん。なんだと？じゃあカニパン何になりたいんですか？カニパンはね、世の中に何のお仕事があるかわかんないの。なるほどね。まあなんかお仕事わかんなそうな動きしてるわ今。まあ確かにお仕事っていっぱいあるもんね。なのでね、今回はいろんなお仕事を体験してみたいと思います。いいね。皆さんは将来何のお仕事をやってみたいですか？コメントに書いて教えてね。それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。何のお仕事がやりたいですか？何ができんだろう。ベーカリーいいんじゃないですか？パン屋。いやこれね、あれですよ、小学生に聞いた将来の夢ランキング1位ですよ。パン屋さん、ね、結構高いと思う。パン屋とかケーキ屋さんとか。やった。じゃあ今回はね、カニパンが店員さんになるね。バリスタ。あ、ははパン屋よりバリスタの方がかっこいいからバリスタに。やじゃあ僕。ずるい。やだ。ずるい。バリスタっていうのはあのコーヒーをね入れてくれる人だね。そう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 。ドリップっていうのが。そう、コーヒーをこうやって混ぜたりするんでしょ。そうそう、あのスタバの店員さん。スタバの、美味しいコーヒーを作る人だよね。そう。でもまずさ、カニパンがさ、あれだよ、パン屋さんだから仕方ないな。ここのパン屋人気ないな、誰もいないよ。本当だ本当だ本当だ。大丈夫君、潰れちゃうよこのお店。いやちょっとまずいですね。ちょっと買ってくださいよ。あ、すごい、そこで作れんの。そう。あちょっとお行儀悪いよそれ。カチですか？カチが怒ってますか？いや怒ってない怒ってない怒ってない怒ってますか？大丈夫ですか？パンを作れ。おいおい、あパンが、ウサギのパンが消火器まみれになっちゃった。これどうやって作るんだ。あ、ここはパン職人っていう役職らしい。すごい、なにこれ。なんか作ってる。あ、チェックマーク出た。すごいすごい、見て見て見て。じゃここでさ見ていいよ、何作ってるか。ここに入れんじゃない。やっぱりそうだ。お、焼いてます。壁に書いてあるよね、やり方が。あ、ほんと？今焼いてますからね。はい、ここでもうワクワクしながら待ってる。あ、すごい。すごい、いい色になってる。まあ今ね、ケーキ作ってんですけど。それケーキなんだ。うん、これケーキ、四角いケーキ。なにその手の動き。大丈夫それ、落ちちゃうんじゃね。ケーキ落ちてるよ、それトレーから。じゃあ、何ケーキにするか決められるんですけど、これなんだろうな、いちごとチョコレートと抹茶と、これなんだろう、バナナかな、と生クリーム。これから2つ選んでください。2つ。まあじゃあまず、うん、僕の好きなチョコレートと、と抹茶かな。僕抹茶あんま好きじゃないんだけど。あー、じゃあ好きなのでいいよ。じゃあチョコと生クリームかな。生クリーム、あ、いいね。チョコケーキみたいな感じ。そう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 、チョコケーキが食べたい。よしよし、うおー、完成。抹茶ケーキ、抹茶ケーキが完成しました。ねね、違うの。でもね、ちゃんとチョコとクリーム入れたよ。色抹茶でしかなくないなんかこれ。いや、チョコレートで色つけれるからさ。いらっしゃいませ、これ私が作りました。どうぞ召し上がってください。あざまーす。商品提供するときに隣のテーブル乗るんだ。行儀悪いな、ここの店員さん。どうぞ食べて、どんどん食べて、どんどん食べてください。むしゃりむしゃり。あ、すごいすごい、ちゃんと食べてる。おー、美味しい。すごいすごいすごい。あ、すごい、美味しい、美味しい。やっぱ抹茶だったよ。そうなの。いや、そりゃ困るな。あー、もう画面が見えなくなった。なんだよ、びっくりした。バグったんかと思った。じゃあね、今度はてっつんのさ、バリスタコーヒー飲みたいな。カニパン、仕方ないな、僕コーヒー全然飲めないけどバリスタやってあげるよ。バリスタだからちょっとさ、エプロンに着替えたいな。あ、いいね。てなわけでエプロンに着替えました。ちょっとなんか兄弟やめよっかな。ごめん、なんかごめんごめん、エプロンが、エプロンがこれしかなくてさ。人それぞれだから、そういうのはいいと思う。大丈夫、私は大丈夫よ。別に人に言いふらしたりとかしないから、そういうの。あ、なになに、あ、この色が気に食わなかった。じゃあいいよいいよ、はいはい、ほら見て見て、ほらほら、ピンクある、ピンク、ピンク、ピンクがいい。いや、あ、大丈夫だよ別に。かわいそうだとか思ってないから。そういうのだってあるしね、人間。あ、誰しも。ハロウィンがいいじゃん、ほらほら、ハロウィンがある、ハロウィン。まあいいよ、早く作ってほしいな。はい、うん、ちょっと待って、メニュー言ってもいい？なんかここにね書いてあるんですよ。カニパンね、多分ね、エスプレッソとかアメリカンとか多分ね苦くて飲めないから。うん、多分そうだと思う。うん、だからね、カプチーノもらおうかな。あ、いいね、カプチーノは、うん、じゃあこの色的にエスプレッソと、うん、ホットミルクとクリームか。そうだね、甘そう甘そう。あー、作ります。
あ、楽しみだな。ちょっと席ついて待っててもいいですか？どうぞ。あれ、なんかレシピ開いたら全然知らないんだけどこれまあでもお客さんなんか知らなそうだし、なんか適当なやつ作っちゃおう。バレへんバレへん。よいしょよいしょ。よーし、あー早く来ないかな。楽しみだな。なんだっけ、エスプレッソだっけ、あっちなんだっけ、カプチーノか、カプチーノ、カプチーノ、カプほらほらもう自分で覚えてないからな。楽しみだな。あ、はい、お待たせいたしました。わ、美味しそう。どういう格好してんのそれ、ちょっと待って。いや、ごめんなさい、ちょっとあの暇すぎてちょっとストレッチをさしてたんですよ。ストレッチそこで止まることあるそんな数秒も。え、ありがとうございます。どうぞ。え、超美味しそう。え、これ上のさ、ラテアートもてっつんがやったんですか？そうだよ。うまっ、そんな才能があったのね。いただきます。苦いよ。ちょっと、それ苦いよ、コーヒーなんだから。あなたもうバリスタ失格よ。いや、君がコーヒー飲むの失格だよそれ、お子ちゃまなんだから。服装からしてバリスタの才能ないしな。うん、本当にふざけてるよ、そのへそ出し。やーめっぴ、やーめっぴ。違うお仕事行ってみましょう。何の仕事やろうかな派手ねー、派手ねー。これはモデルさんかなんかじゃないかな。おー、変わった。一気に姿が変わった。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。なんでそんなあたふたしてんの、なんでそんなあたふたしてんだ。どうしたどうしたどうした。ここにいる人さ、みんなめっちゃ可愛いんだけど、モデルさんみたいじゃない、ね、あ、でもこんなとこにショッピングモールあるんだ。そうなんだよね。ちょっと待って、なんでそんなくるくる待ってんの画面に入ってこないでびっくりしちゃった今私思うんですよ、トピアモールの中にね結構お店入ってんじゃないかと。そう思った思った。行ってみましょう。あー、待って待って待って、行こうとしたら乗っちゃったあなたそのお母さんの子供になったのね、もういいわ。さ、次の職業は赤ちゃんかいや、そっか、そっちなんだ、お父さんじゃなくてね。まあ、お父さんこんなとこ乗んないもんな普通。そう、乗んないよ。おかしいよそれ。よし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 、なんとかやってきた。おお、すごい。あ、すごい、めちゃめちゃいろんなお店ある、すごい。宝石店、ジュエリーショップとか、うんうんうん、こうやってね食べ物屋さんがずらり。いいねいいね。あ、すごい、携帯ショップ、服屋さん、携帯ショップ、え、すごい。え、私携帯ショップで働きたい。これね大事ですよ、 YouTuber にとって。新しい機材をね。なんでなんか倒れてる人いるどうしたどうしたどうした、大丈夫かな。多分携帯の値段にびっくりしたんだろうな最近高いし、高すぎてね。ほらもうびっくりすぎて、ほらもうすごい動きしちゃってるよ。お客様、今日は何を探しでしょうか？そう、パソコンなんですけど、はいはいはい、ちょっと外出しながらも編集できるようにノートパソコンが欲しくて。あー、いいですよね。やっぱ編集するのにやっぱ結構スペック必要ですから、ノートパソコンだとね、もうちょっとねスペックないと難しいかなって、カクついちゃったりとかすると思うんでね。それだとちょっとここら辺とかがねいいと思うんですけど、ちょっと触ってみてくださいぜひ。どうですか、このパソコンがいいな。あ、このパソコン、あー、いいですよね。これね、新しく入ったモデルなんですよ。値段いくらくらい？ちょっとすいませんね、この方お連れ様ですか？あ、いえ、僕からどう見ても知らない人です。違いますか？あー、なるほど、わかりました。あ、僕の多分背後霊とかなんかだと思いますこれ。ごめんなさいね。あれ、待って待って、何何何何何何をしてんだ間違えた間違えた話の途中でしたね、すいません。こちらのパソコンですね、はい、ちょっと最新モデルで結構スペックもいいやつなので80万ぐらいですかね。高っ。どう、いかがですか？でもやっぱりねスペックとかもいいし、スペックとかもいいんですよコミュ力絶対ショップの店員向いてないわ。スペックもいいし、これなんたってね結構小さめなんですよねこのパソコン。まあ確かに持ち運びは便利そうだ。そうなんですよ。ちょっと払ってくれないか80万。払ってくれ、おー、どうした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 、店員さん、店員さん何をしてるんだ店員さん。あ、ごめんなさい、すいませんちょっとおんぶされたいなと思って。そんなことあるよ店員さんちょっとこの店怖いからやだこの店員さん急に、お客様、急に客におんぶされるしやだな、ちょっとややわこの店、他の店で買います。じゃあちょっとてっつんがさ他のお店の店員さんやってよ。ちょ、難しいんだけど。あ、ペットショップ、いいね、ペットショップ。じゃあカニパンお客さん役やるね。よしよし、はい、こんにちは。何がしをお探しで？ですねちょっとうちにねすっごいでっかくてよく食べる、しかもいつもねカニパンのことを怒ってくるやつがいるんですよ。どういった犬種、あ、どういった種類なんですかその動物は？ちょっと待って、大丈夫ですか？びっくりした、びっくりした、びっくりした、あれあれ、僕のペットショップが、僕のペットショップが、ちょっとちょっとちょっと、これまずいでしょ。ちょ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 、あー、よかったよかったよかった。あ、ちょっと幻覚でも、あ、
最近疲れちゃっててよく幻覚見るんですよ。あら大変ですね。ちょっとうちにね本当にでっかいペットがいて、あちょっとこれなんですけど。でっかいペット、はい、はい、でっかいペット、今これ、ね、たった今でかくなった気がするんだけどね。これなんですけど、ちょっとこの子がね本当によく食べるんで、ペットフードとかあの大型犬の大型パンダのやつ欲しいなと思って。なるほど、お辞儀するんですよ。ちゃんといい子なんですよこの子は。あーじゃあちょっとここら辺にあるペットフードじゃダメだから、パンダだから、なるほど、はいはいはい、もちろんあの注文、あ特注で全然構わないんでまた取りに来ますので、あ今度ちょっとちっちゃく、あ大きくなります。あーちょっと体型がね結構すぐ変わるんですよ本当に困っちゃいますよね。あもうなんか裸になっちゃったりなんかして、どうしたらいいんでしょうねこの子ね、どうしましょうね本当に。笹をあげたいんだけど笹がないな。あれもパンダじゃないじゃん本当にもういろいろねこうカメレオンみたいにね変わっちゃうんですよ。これも病気なんじゃないかなと思ってて。そうですね、ちょっとあのペットショップじゃなくてあの病院、動物病院に行ってもらえると助かりますね。なるほどですね、わかりました。ほら倒れちゃった、本当にね処置ができないこれは。逃げよ逃げよ、無理無理、僕ペットショップの店員さんやめる、やめました、無理やだ、もうこれもうやだ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 、ここで働きたくないもんね。やだ、あーなんかいる、もういるこっちにいる、来たついてくる。あどうこれ美容院、あめっちゃいいじゃん、女の子のお客さんが、ほらほらほら、かわいい、お客さんいっぱいいる、わいいね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 。あここで美容師になれるっぽいよ。ヘアメイクとかもやってるんですよこの子たちの髪、私がやりましたんで。この子たちすごいな、こんなにできんだ。そうなんですよ、マニキュアもねあのうち塗れるんで、あの最近はね男性の方もマニキュア塗る人結構いて、ほらねもう自分で塗りますからこの子たち。本当だ、もうお互いに塗り合ってる、うん、そうなんですよ、あのしつけましたからそういう風に。じゃ あ今回はヘアカットっていうことでよろしいですか。はい、すいませんカットお願いします。はい、じゃあそこら辺にね座っていただいて、あそこで大丈夫ですよ。はい、じゃちょっとね髪切っていきましょうね。今回はどういう髪型にしますか。まあなんかさっぱりめに。あなるほどなるほど、さっぱりめで大丈夫です。結構伸びてますもんね髪の毛。ああもうちょっと待って、もうなんかもうドライヤー入ってる大丈夫ですかこれ。まだまだまだ切ってないのにドライヤー入ってるんですけど。ごめんなさい本当にちょっとまだ新人なもんで、ちょっとあの許してやってください。はいはい、じゃあ髪の毛切っていきますね。はい、こんな感じでお客様完成しました。あさっぱりめとは言ったけどこんな。でもお客様すっごく似合ってますよ。本当になんかはんぺんみたいになってるけど大丈夫店員さんちょっと周りの人に聞いてみてよこれ似合ってるかどうか。俺が似合ってるとは思えないんだけど。お似合いですよ。だってもう僕ほら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 かっこいいって。どこにメイクつけてんだこの子たちほらね、この子たちもねさっきドライヤーでちょっと髪をねこう飛ばすのを頑張ってくれたんで、ほらグッドって言ってますよ。かっこいいって、この子ちょっとメガネの度合ってないよこれ買い替えた方がいいそのメガネ。まあでもこんなに女の子が寄ってくるってことはかっこいいのか僕。うん、そう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 、本当にその通りですよ。これからの活動じゃあずっとこれでいい。うん、いいと思います全然。あ本当に悪魔のささやきがカニパンさんはやらないのってきてるよ。あもう自分で切っちゃったりするんで、もう美容院なんでね。はい、スタイリストてつです。さあお座りください。さあお座りください。いやちょっともう本当に自分で切るのにな。いらっしゃい、カットハウス坊主へ。すごい名前ですねそれ。はい、今回はねちょっとねお得意さんということで、ほらもうスタイリストの僕と、はい、ドライヤーする係2人、はいはいはい、もう計3人係でねやるんで。ありがとうございます。いやこんなに囲まれちゃって。はい、てなわけでもう当店はね坊主しかありませんので、あのバリカンで切ってきます。バリカン、ちょっと待って、バリカン、ウィーン、ちょっと、はい、ほらほら、はい、なんか嫌な嫌な音がする、嫌な音がする。あ私のツインテールはどこやったんですか。ちょっと待って、隣やばい、両隣やばい。ちょっとめちゃめちゃバリカン持ってますけど。はい、ああ僕たちあのハサミなんて持ってないんで、あのバリカンしか持ってないんで、こちら。みんな坊主。あれ本当だ、あれ本当だ。なんでみんな。待ってすごいなこれ。うちはねもうねほらもう坊主一択でやらせてもらってますんで。どうですかこれ、あのねここでね切ってくれたお客様にはね、あのバリカンプレゼントしてるんで。なるほどね。そうほらもうみんな持ってる、みんな。グイン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 グ。さすがにねハゲてるままだと
誰が誰だか全く分かんないから、みんなねちょっと育毛剤をつけて戻しました。よかったよかった、喜んだり。やっぱ髪の毛があった方がいいよね。やっぱ髪の毛あった方がいいよね。え、今度はさ何になろうかね。え、何やろうかな。これいいんじゃない、お花屋さん。あ、めっちゃいいじゃん。これね女の子多いから。あ、似合いますよこれ。うわ素敵。いいじゃんいいじゃん。みんなこんな素敵な話になっていいんですか。めちゃめちゃ絵になりますよ皆さん。青い花ないかな、青い花。あ、待って、青い花勝手に刺さった。何これ。え、本当だ、なんでなんだ、頭に刺さってんの。何もしてないのに刺さった。あれ、取られた。ねえ、それさ、どうやって、なんで刺さんのその人に。え、わかんない、なんかさ、なんかさ、誰か、あ、ほら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 、あ、刺せた刺せた、すごいすごいすごい。待って、え、じゃ黄色にはさ、黄色の花を刺して。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、いいじゃん。あ、刺さった、素敵。青ピクミンじゃん。僕というか鳥に刺さった。あ、取られた、誰、取られた、取られた、ピッコロから、ピッコロから取られたピクミンだ、本当に。わ、この花屋さんピクミンにもなれるってことか。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいわ。よいしょ、ありがとう。なんかさ、死んでるみたいじゃない、これ。大丈夫かな、なんかユリだよねこれ。ジーン、ね、なんか嫌なんだけどちょっとなんかやだ。でも可愛いよそれ。え、ちょっとさ、今度はさ何のお仕事やりますか。何がいいかな、何がいいかな。結構でもいろんなお仕事体験できたね。そうそうそう、結構体験したけど。カーニパーン、はい、見てこれ、運転手。ええ、すごい、待って、みんな乗れ。あ、乗ろう乗ろう乗ろう。え、すごい、よしよしよし、あ、すごいすごいすごい、大人気だこの列車。あ、すごい、てっつんすごいじゃん。アミューズメントパークのお兄さんみたいだよこれ。いいね、すごい。で、ちょ、あ、で、ちょっと倒れてます。あれ、事故、ちょっと事故、痛い事故、事故、もううんぐ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 ん。うわすごい、てっつんそんな才能があったのね。よしよし、あ、ちょっと、あ、ちょ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 、ちょっと倒れてますよ、倒れてますよ、あ、ちょ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 、ボコボコ、痛いよ、痛いよ才能ないわちゃんと運転できてないじゃないですか。いいと思ったんだけどな。あ、水族館来た。今度はね、水族館のね飼育員やってみたいよね。これ誰もがやってみたい。ちょ、馬はやめてください。馬は、水族館に馬っています。地下1階、うわすごい、おー、うわー、カメ、すごい、エイもいる。え、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃいいじゃん。ウミガメかわいい、かわいい、すごいなこれ。え、めっちゃリアル、ナポレオンフィッシュ。飼育員はこれ何をやるの。飼育員はね、あ、待って、入っちゃった。どこに。見て、ここ、あ、カメと泳いでるよ待って、みんな泳いでたけど、すごっ。あ、ここの水槽はね、人間を展示しております息がいいですね。人間はね、溺れるって言ってますけど大丈夫そう。泳げない子もいるらしいですね、ちょっとなんでこんなのが入ってきたんだろう。うわ、ちょっとこんな水族館やだな。なんか生々しい人間が泳いでて、ほら、人懐っこいから、みんなほら寄ってくるから。ほんとだ、あ、すごい人懐っこい。おちょ、私のとこに来た。全員寄ってくるから、これ。よしよし、餌の時間だよ。あ、餌、よし、やった餌、はいはいはい、餌だよ。人間の餌ってお金なん餌だよ、はい。あ、まあ、まあうまい、まあうまい。どうぞどうぞどうぞ。まあうまい、まあうまい、わーわーい、わーい、わーい、わーい。大きくなるんだよ。わーい、おいしい、おいしいよ。お金いっぱい、嬉しい。本当にやだ。嬉しいよ。ほら、息が良くなった、ここ。はい、ということで、今回は、いろんなお仕事を体験してみました。はい、めちゃめちゃ面白かったな。てっつんはどのお仕事が一番面白かったですか。一番面白かったな、あー、でも美容師さんかな。あー、確かに、まあ、うん、めっちゃ簡単だし、だってこれを持てばいいだけだからね怖い怖い怖い、うん、やだやだやだ。ほら、見てもこの慣れた手つき。もう絶対炎上するからね、そんなの。ネットでもう大炎上だよ。全員ハゲにします。カニパンは、カニパンはパン屋さんかな。あ、まあ楽しかったね。うん、パン屋さん楽しかった。パン屋さん好きだし美味しいからね。皆さんもいろんなお仕事を見つけていろいろ調べてみてください。はい、なんか目の前になんかすげえ、なんかキツネ置かれるんだよ ね、 だけど、すごいなんだこれ。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。これ本当に何これ。